マスターマインドジャパンアーカーブセカンドへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、2012年、オータムウィンターコレクション、ニューオーダーの時の3面スワロフスキーのラグジュアリーなパーカーをご紹介したいと思います。こちらの方は3面スワロフスキーになっています。それでは開けていきたいと思います。ちょっと、あのー、気分が抜いた時に結構、この袋から出して眺めていたので、えー、ちょっと袋の方は、あのー、 くしゃくしゃになっていますが、こちらが三面スワロフスキーのデッドストックのパーカーになっています。これはニューオーダーの時の、えー、商品タグになっています。ワンピースをこう連想させるようなタグになっていますね。で、こちらの方が後ろ。えー、サイズは S サイズ。で、カシミヤの方が57%。コットンの方が43%になっています。こちらの方を今から広げていきたいと思います。こちらが広げた画像になっています。 まず両肩のところにスワロフスキーがついていますこんな感じですねで今さっき見せた、えー、サイズも S サイズになっています自分ねこれねあのー、今日改めてこのデッドストック開けたんですが M サイズを注文していたと思ったら S サイズだったんですねで今から思ったら S の方が良かったなと思ったんですがやっぱり自分昔の自分もあのー、マスターマインドジャパンは結構作りが大きいので ワンサイズちっちゃいの買った方がいいって思っていたので、この S サイズで自分は良かったと思います。で、えー、ここの、フードの方。これがね、マスターマインド独特で、ここ真ん中線がいってるんですよね。ここの部分。結構ね、あのー、バランスよく後ろから見ると、見ると結構かっこいいんですよね。この時のフードは、こあのー、 マスターマインド独特の形なので、自分は好きだ、好きですね。で、こちらの普通だったら紐があるところ、こあのー、スワロフスキーになってますね。ギンガム製のスワロフスキーになっています。マスターマインドが使う、あの、スワロフスキーは全部ギンガム製なので、で、修理もこれ取れたら、ギンガムの方でしていただけます。これが、えー、フロントになっています。 これがバックのシルエットになっています、えー。このスワロフスキー、普通だったらここのところがブラックスワローが使われているのがゴールドスワロフスキーになっています。で若干クリスタルだけではなくてえゴールドっぽい、こ,うこのあたりもゴールドっぽい、えー、スワロフスキーを使われている感じがします。この辺もゴールドっぽいスワロフスキーですね。 で、自分はあの、マスターマインドの最後のコレクションだと思っていたので、少しこのニューオーダーと、この後のドリーミングのコレクションに関してはすごく頑張って購入いたしました。で、今から思ったらもうこの三面ソアロフスキーっていうのはなかなか手に入りづらいと思います。ちょこちょこね、あのー、オークションサイト見てると出ていますが、まあ、あの、委託店サイトとか見ると出ていますが、あのー、 自分はね、これ、シルクコットンの方は、着にくいと思います。あの、やっぱりね、パーカーはね、コットンの方が、あの、いいと、ラグジュアリーコットンの方が絶対いいと思います。あの、シルクが入ると、やはりあの、虫に食われやすかったりとか、着ていくうちに伸びやすくなったりとかするので、自分はあんまりシルクのコットンっていうのはおすすめしません。一着ね、A3 範囲の時の、 以前にも多分この動画でご紹介させていただいたと思うんですが、エース範囲の時のシルクコットンの時、もうあれがね、やっぱり良くなかったですね。あのー、すごく素材自体は面白いんですが、長く切れません。あのー、水とかお湯とか多分クリーニングに出しても、あのー、生地が伸びてくると思うので、本当ね、あのー、ラグジュアリー感は出るかもしれませんが、日常的にはあまりおすすめしない生地ですね。 まあ、後ろから見るとこんな感じになっています。フードを垂らした生地感はこんな感じですね。こういう感じになっています。フードはこんな感じですね。結構ね、かっこいいと思いますよ。存在感あると思うので、すごく、うん。自分は、あの、スワローフスキーとマスターマインドジャパン好きでは、このパーカーの方は、一着間持っておきたいアイテムとなっています。 もう一度フロントを見ていきましょう。こんな感じですね。これがかっこいいです。で、もちろん、えっ、ー、と、ジッパーの方はリリーシャーになっています。もうん、あの、今のマスターマインドは多分自家製品だと思ってるんですけど、あの、この時は、あの、スワロフスキーはギンガム、えー、ジッパーの方はリリーシャーになっています。で、この時のマスターマインドっていうのは両肩にスワロフスキーか、 胸のところに、サールスキーのドクロか、どっちかだったんですが、自分はね、あのー、胸も欲しかったんですけど、やっぱり両肩の方が、いいかなと思いました。なんでかっていうと、あの、ベストとか着た場合、この袖のところにドクロが見えるんですね。で、ベストを着るとここの部分だったら見えにくい場合があるので、その、やはり、シンボルを着たい自分としては、やはり両肩の、この、 えー、スワロフスキーのドクロの方がいいと思います。これはね自分としてはシルクコットンっていうのは、長く着たい人に関しては、おすすめできないです。あのー、本当と痛みやすくてボロボロになるので、あのー、以前の本当にエース範囲の時のパーカー見てもらったらいいと思いますが、うん、おすすめしないですね。 今のマスターマインドのコットン仕様のパーカーの方が絶対いいです。金額の方はちょっと上がっていますが、あのー、やっぱりコットンの方がパーカーはいいですね。まあこんな感じですね。で、今のマスターマインドジャパンに自分は言いたいのは、もうこのタグね、流行らないですね。もうこの布のタグは付ける必要はなくて、やはり生地独特に、あのー、刻印を押す方が絶対いいと思います。今からの時代。プリントの方が絶対いいと思います。だから、 このマスターマインドのタグの方も、あのー、ワー,ーガンズとかも、やっぱりもうタグはしない方がいいですね。あのー、刻印の方が絶対いいです。プリントする方がね、やっぱりいいと思いますね。まあ、これがデッドストックのパーカーになっています。本日ご紹介させていただきましたのは、マスターマインドジャパン2012年、 オータムインターコレクションのニューオーダーの時の3面スワロスキーのラグジュアリーなパーカーをご紹介させていただきました。